はいみなさんこんにちは高るです今回はこちらのアクリルたわしを作りました大きさは横が約11センチ縦も約11センチぐらいになっていますこちらはモチーフを2枚作って で三箇所をつなげてこちらに手を入れてゴシゴシと洗うタイプにしています。えっとモチーフの方はあの四角ければ何でも大丈夫なんですけれども、えっとこちらのモチーフがいい場合は、えっと、リンクを貼っておきますのでそちら参考に作ってみてください。こちら少し色を変えているだけで同じものを作っています。ではよかったら編んでみてください。 では材料の紹介をします。こちら糸の方は5色使っています。1、2、3、ブルーとピンクと全部で5色使っています。今回は、えー、とパンドラハウスさんで購入してきました。えー、とこちらピンクがアクリル波太。 の黄金防臭と書いてあるタイプですこちらのカラーナンバーが301法定表示はアクリル100%重量は約 40g 糸の長さは約 67m 使用かぎ針は6から7号になっていますこちらひ玉使用していますこちらの赤いものが同じくアクリル並太でカラーナンバーが322です こちらと全部一玉一玉少しずつ使っていますこちら茶色のものがえー、とカラーナンバー314ですあともう白色がなくなってしまったんですけれどもこちらの白い糸は えっとアクリル並太で少しこちら重量が多かったです。えっ、ー、とかぎ針は6号針目安で、えー、カラーナンバーは29えー、えっ、ー、と法定表示はアクリル100%重量が約 50g 糸の長さが約9。3m になっています。こちらを使ったのと、このブルー系の色がカラーナンバーが16になっています。こちらの5色を使用しました。 あと、かぎ針は6号針を使用しています。材料は以上になります。それではこちらモチーフの方を外表にして、えっ、ー、と、つなげていきます。外側が表です。こちらが裏です。裏、表、表です。こちらを合わせて、えっ、ー、と、かぎ針でつなげていきます。まずこちらの 角の部分のこちら鎖3目編んでいるところの2目目から編んでいこうと思います。こう3箇所つなげていきます。はじめにこちら1目、2目、3目ある真ん中のところに針を入れて、こちら側も1目、2目、3目の2目目のところに、 針を入れてつなげていきますこちらから見たらこちら2目目ですこちら糸を持ってきてまず引き抜いて鎖1つ編んでこちらに細編みを編みます 編みこちら、えっと、一番角のところなんですけれども細編み3目編んでおきます。二、もう一つ初めに細編みを3目編みました。次 こちらちょっと見にくいですがこちらは長編みの頭ですので鎖3目の3目目のところこちらも鎖3目の3目目のところにもう一つ細編みを編もうと思いますこちら長編みの頭ですのでその手前の鎖3目の3目目のところにも 細編みを編んでおきます。こちらから次は長編みの頭3目あるところ。こちらはもう2本。平って向こう側も長編みの頭。こちら2本を拾って。糸を持ってきて細編みを編みます。1。目ずつ拾っていきます。こちら長編みの頭。 長編みの頭のの頭目目のところです細編みこちら3目目のところ3目目で細編みと編みましたら次こちら鎖のところはこのまま、えっと、こちらの隙間に編もうと思います。 細編みと編みましたらまた長編みの頭です長編みの頭3目の1目目のところです1,2,3ですこちらに細編み次長編みの頭2目目こちらですね2目目のところも細編み次3目目 こちら3目目のところですこちらも細編みを編みますで、こちらの隙間のところこちら1目編みます次また長編みの頭こちらも長編みの頭1,2,3の1目目 細編みこちら長編み2目目次長編みが3目目こちらですと編みましたら次鎖3目のところです鎖1つ目できたら2本を 嫌われた方がしっかり拾えるかなと思いますが、1本でも大丈夫だと思います。こちら細編みでこの鎖3目の2目目のところ、こちらにはえっ、ー、と細編みを3目編もうと思います。こちらあの角のところですので、角はえっ、ー、と細編みを3。目の増し目をします。 1>, 1つ同じ目に細編みにもう1つ同じ目に細編み細編みを3目編みます同じ目に細編みを3目編みましたそうしましたらこちらもう1目3目目のところにこちらです こちらも長編みの頭ですので、その手前の鎖3目目のところと編みます。角がこう少し四角くなったかなと思います。このようにえっ、ー、と一目ずつ長編みの頭、長編みの頭と平っていて、こちらの角の。えー 鎖3目の2目目のところだけ細編みを3目の増し目をしてあとは細編みを1つずつ拾っていいてこうと思いますそれではこちらぐるっと編んできましたこちらが、えー、と鎖3目編んでいるところの1目目を編みましたこちら2目目鎖2目目のところは細編みを3目編みます。 12。もう1目。目これで鎖3。目編めました。鎖3。えー、と鎖3。目編みましたらこちらを。縁を編んでいこうと思います。今度はもうあの2枚をつなげるのではなく、こちら。 えと今1,2と編んでいるのでもう1目ですねこちら長編みの頭ですもう1目こちらにありますこちらに細編み長編みの頭こちらは普通に細編みを1目ずつ開いて編んでいっていますこちらですこちらの隙間はこのまま 隙間に編んでいますこちら長編みの頭123でこちらの隙間でもう一度長編みの頭が123。1 2 3 でこちら1目鎖1目がありますのでこちらを編んで一度、えっと、1目目のところに引き抜いておきます引き抜いてから次こちらこちらのところも隙間に細編みを 編みます。で、次長編みの頭。こんな感じで繋がっています。こちら側も。1目ずつ開いて細編みを編んでいきます。隙間に1目長編み。 つなげているところなの,でなので見にくいんですけどこちら長編みの頭に123と編みましたら隙間こちらまた長編みの頭が1 2 でこちら鎖の、えっと、1目ありますのでこちらで最後こちらはもうこれで、えっと、糸をカットして糸処理をします。 ではこちらも私カットしてしまったんですけれどももし釣り手をつけられるようでしたらこちらですね、えー、とこちらは13目鎖を作って、えー、とつなげて糸処理をしていますこちらあの釣った方が使いやすい場合はこちら鎖を編んでもらってこれぐらいでギリギリ。 糸処理ができるかなというぐらいなんですけれども、これでえっ、ー、とくるっと巻いて糸処理をちょっとしてみます。もし釣り手付けられた方が便利な方はカットせずにあのこちらの方を鎖作ってえっ、ー、と糸処理してください。 それではこちら釣り手の方を何とかつけることができました。少し短めですけれどもこれでもあの使えるかと思います。もし釣り手つけられる方が使いやすい方はもう少し長めにつけられた方がいいかなと思います。あとモチーフなんですけれどもあのどんな編み方でも大丈夫です。あの一目ずつ開いて縁を編んでという形にしてみましたのでモチーフの方もいろんな編み方で編んでみてください。それでは。 最後までご視聴ありがとうございました。